じゃあその不良みたいな格好ももうやめてけれ。わかったよ。うちではやめとくから。いつか学校に行くことになったら不良だと思われちまうだ。人前ではやめてけれ。修行の時だけにするよ。そうか、僕もいつか学校に行くんだな。孫親子らによって地球はセルの魔の手から救われ、人々は平和な暮らしを取り戻すことができた。しかしその平和にもすっかり慣れてしまうと、愚かなものが増え始めてくる。人間とはそういうものだ。セルとの戦いからおよそ7年が過ぎた。この静かな町の名はサタンシティ。事実はそうではないのだが、地球を救ったと信じられているミスター・サタンが住んでいたことから、町の名がそう改名されたのである。孫悟飯は16歳になっていた。住んでいる田舎には近くに学校そのものがなく、これまで自宅での自主的な勉強と通信教育で過ごしてきたのだが、それだけではと母である父がサタンシティにある高校へ通わせることになったのである。サタンシティでは武装した強盗がしばしば現れるほど治安が悪く、登校中のご飯が遭遇することもあった。そんな時、正義感の強いご飯はスーパーサイヤ人に変身し、圧倒的なパワーと技であっさりと強盗たちを退治していた。そして強盗を退治したご飯は正体がバレないようにそそくさとその場を離れるのであった。人々はこの謎の正義の味方を金色の戦士と呼び、その正体について噂していた。また金色の戦士？誰かしら一体。あれから7年、高校生のご飯は正義の味方？時間取られちゃったな。急いで学校に行こう。高中叫橘子新高中，我从来都不知道那个高中叫什么。这里，这应该没东西吧？然后没有角色，編入してきたご飯くんだっけ。あたしイレーザ、よろしくね。ついでにこっちの子はビーデル。驚くわよ、ビーデルのパパはなんとあのミスターサタンなの。え、ミスターサタン。ほら驚いた。そうだ、あなた今日遅刻してきたわよね。銀行強盗騒ぎ見てない？どうだったかな。金色の戦士が強盗を乗せちゃったんだけど。そうなんだ。でもどうして銀行強盗なんか気にしてるんです？ああ、ビーデルの趣味は正義の味方なのよ。ほら、やっぱり世界を救ったミスターサタンの娘だし。この子強いからよく警察に頼まれたりすんのよ。そうなんですか。あなた金色の戦士と背格好がそっくりね。え？正体がバレないような工夫が必要だな。ブルマさんに相談してみようかな。
相手を見て言えよ。そいつが強盗を倒せそうな柄か。このあとベースボールの授業だろ。そいつが強盗を乗っしまうようなやつかすぐにわかるさ。もっとも俺の球を打てやしないだろうがな。はは、適当にうまく手を抜かなきゃ。母さんやブルマさんたちも僕の力がバレたら大騒ぎになってまずいって言ってたから難しいな。ふん、俺の剛速球で脅してやるか。やりすぎないようにしなきゃ。おお、可以打棒球啊！这挥棒时机。一発も打たせやしないぜ。好酷，好好玩哦。然后嘞。啊。哦，我再按挥棒就好了。哎。打到了，打到了。喂，お前、俺の球を。まぐれですよ、まぐれ。そうだよね。構えも素人だったしね。あれでもやりすぎだったか。後で早速ブルマさんのところに相談に行こう。怪しい。ブルマさんに相談。ブルマさん、相談に乗ってくれるかな。これは。我打了嘞。これは特別美味しそうだな。在这里。こんにちは、ブルマさん。ちょっと相談があるんですが。あら、ごはんくん。相談って何？正体がバレないように完全な変身をね。はい、何かいい方法ありませんか？あるわよ、私天才だもん。本当ですか？ぜひお願いしたいんですが。いいわよ、少し時間がかかるから待ってて。すいません、どうもありがとうございます。トランクス君はどこですか？じっと待ってるのも退屈ですから。多分重力室でベジータにしごかれてるんじゃないかな。トランクスをご飯くんより強くしたいらしいわ。へえ、怖いですね、それは。もう少し待っててね。重力室か、どこだったかな。ごはんさん、いつ来たの？さっき来たばかりさ。なあ、お父さんに修行してもらってるんだって？うん、パパに一撃食らわせられたら遊園地に連れて行ってもらえるんだ。へえ、あのベジータさんが。じゃ、頑張らないとね。うん、絶対遊園地に連れて行ってもらうんだ。久しぶりにベジータさんにも挨拶しておくか。こんにちは、お邪魔してます。ああ、体がなまってるぞ。いくら平和だからといっても訓練はしておけ。はい、そういえばトランクス君に修行をつけているそうですね。ああ、そろそろ本格的に鍛え始めてもいい年になったからな。
貴様もうかうかしていたらすぐに追い越されるぞ。あ、そうだ、トランクス君、遊園地に行けるように頑張るって言ってましたよ。ふん、この俺に一撃でも当てられたらだ。まあ当分は無理だろうがな。絶対言う。ちょうどいいところに来たわね。完成したわよ。いいな、僕にも作ってよ。わあ、いい、すっごくいいですよ。でしょ。ありがとうございます、ブルマさん。早速使わせてもらいます。僕やっぱりいらない。じゃあ学校行ってきます。一晩中変身ばっかして、よっぽど気に入ったみてえだな。飛行機に気をつけるだぞ。はい。お兄ちゃん行ってらっしゃい。やっぱりかっこいいな。ふふん、そうだろう。この悟空にそっくりなご飯の弟の名は悟天。悟空があのセルとの戦いの前に残していった二人目の子供である。グレートサイヤマンの姿だったら飛んでるところを見られても平気だし、やっぱり便利だな。ついでにパトロールをしていこうかな。あ、这边有支线。街は平和かな。ん？なんだ？また強盗か？まだやる気なの？当たり前だ。ここからが本番だぞ。へえ、驚いた。本当に結構強いや。ミスターサタンより強いんじゃないかな。さあ立ちなさいよ、まだやるんでしょ。くそー、ちな、な、なんだてめえは。私は、悪は絶対許せない、正義の味方。グレートサイヤマンだ。あっちで決まった。ゆうべ2時間も練習したもんね。かっこ悪い。抵抗しても無駄だぞ。さあビーデルさん、こいつらを捕まえましょう。私の名前を知ってる、やっぱり。こんなみっともない奴に捕まってたまるか。ねえ、ちくしょう、蜂の巣にしてやる。そうだ、やっちまおう。愚か者め、正義を倒せるものか。化け物だ。こいつたちどうしましょう。ビーデルさんが警察に連れて行っていただけますか。ここに置いとけばいいわ。私が無線で連絡しておくから。強いんだね。あれ、正体は秘密なわけ。ええ、まあそうです。でも孫悟飯君、授業に遅れちゃうけどいいの。そうなんですよ、だから早く行かないと。やっぱり。え、やっぱりあんたの正体は孫悟飯君だったのね。
しまった。なんでわかったのですか？こんな完璧な変装してるのに。声よ。それと喋り方。私の名前も知ってたし。そんな。なんでわざわざそんなおかしな格好したのよ。いえ、その仲間のみんなが普通に暮らしたいなら強いってことをバレちゃいけないって。だから。あのこのことはみんなにはぜひ内緒に。ねえ、1ヶ月後の天下一武道会、あんたも出るんでしょ？え、天下一武道会知らないの？格闘技のチャンピオンを決める大会で久しぶりに復活するのよ。私のパパが全大会のチャンピオンで、その前が顔は知らないけど孫悟空っていう謎の男。へえ。あんたと同じ名字よね。今時珍しいわね、名字と名前と分かれてるのは。私、その孫悟空っていう男は多分あんたのパパだと思うの。どう？いろいろ鋭いな、この子。やっぱりね。で、どうするの？もちろん出るんでしょ、天下一武道会。いや、僕は遠慮しておくよ。そういうのあまり興味ないし。出なきゃバラすわよ、みんなに。孫悟飯くんがグレートサイヤマンの正体だって。え？そんなの。いいじゃないの、グレートサイヤマンで出場すればわかんないんだし。ああ、わかりました。出場しますよ。やった、決まり。みんな弱そうだから張り合いのある相手が欲しかったのよ。参ったな、おかしなことになっちゃった。ほら、そろそろ学校に着くわよ。ねえ、今度空の飛び方、私に教えてよね。あ、いいですよ。それじゃ、私は先に教室に行くわね。しかし、こんなにあっさり変装がバレちゃうなんてな。それに、天下一武道会、どうしよう。学校が終わったら、ブルマさんに相談してみよう。天下一武道会か。確かヘルメットや防具をつけちゃダメなんだよな。でもヘルメットがないと正体がバレちゃうし、ブルマさんのところ行ってみるか。あ、这么多支线可以解ね。あれ？Mm-hmm.
許さんぞ。ひょひょひょ。ん？いや。いいだろう。いいだろう。よしよしよ。よし、うん、どっちやのお肉だ。